窪塚洋介のヒゲに剃ってみた。今日誕生日の人おめでとう、あきくんです。今回は窪塚洋介さんのヒゲに剃ってみました。ちょっと髪型窪塚洋介に寄せたんですけど、どうですか？結構似合ってません？いや、俺は結構気に入ってて、もしよかったらコメントしてください。ちょっと写真を見てると、この口ヒゲと口の下のヒゲを残してて、ここだけ残してる感じ、ほぼ全剃りで俺はいいかなって感じです。レディゴー。少しだけ窪塚洋介について語っていきたいんですけど、漂流教室とか GTO とか再放送だけど見てた世代なので、昔からイケメンかっこいいってイメージだけど、最近はね、なんか白くて大人の色気みたいなのが出てて、ヒゲも生えてて、サクハツで別のかっこよさがあって、それがいいんですよ。これで完成です。皆さんもぜひ試してみてください。いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。